言言えば言うほどです、はいえー、こちらのお便り、一時の八時と口車の八七さんからいただいております、口車の八七の、もうベロ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 だって喋ってる人ですよね、<laughs> はい、和、え、亀、ー、吉さんからもいただいておりますが、おはようございます、不祥事続きの全十連の、えー、上村春樹、えー、会長、ようやく全面降伏としてですね、えー、8月に辞任をいたします。 常任,理事えー、常任理事会で10月をめどとしましたが、前倒しでの、えー、辞任となります。内閣府からの、えー、改善。 韓国を受けて、えー、来月末までに組織の再構築や責任の明確化などの報告を、えー、要望されておりました。暴力、不正なお金、セクハラ、恥ずかしいことばかりをしてきた全10年、この先しっかりとした人が先頭で引っ張っていってほしいですが、人選に困りそうですね。どうしましょうね。まこちゃんからもいただいておりますけれども、 ええー、もう辞任というね、会長の、いうことでありますけれども、まあ、ここ、あの、会長のですね、記者会見、辞任に至るコメントを聞くと、会長自身が寝耳に水という感じで、国から急に無理やり辞めろと言われて、辞めさせられたと言ってるような、そんな感じの、 言葉だったんですね。まあ、実質そうなんでしょうけどね。やっぱりね、会長自身はね、えー、会長を辞める気は全くなかったみたいで、国から何も言わ,な言われなければ、組織の改革がまだできてないからと言って、ずるずると、辞任を先延ばしにするつもりだったみたいですね、ということですね。しかも会長の辞任だけではダメと、公益法人を所管する、えー、稲田行政、えー、改革大臣からダメだ 会長の辞任だけでは 根本的な組織の再構築は不十分だからちゃんとしないと公益法人の資格を取り消すとまで言われてましたから、えー、これで今まで身内だけでいい加減な対応をしてきた全十連の上層部は全員辞任しないとダメでしょうね、これは。でもこれで本当に長年同じ体制が続いて組織的に腐敗してきている全十連が本当に変わるのか疑問ですし疑わしいと思いますと。うん ガッツ一物は一本さんからもね、上村会長、ね、はい、辞任、今まで日本の柔道は全十連が仕切るんだもん。外部の人が何を言おうともずっと会長だもん。うん、誰も僕に逆らえないんだもん。と、腹の中で思っていたに違いない、全十連のこの会長、えー、安倍首相名の勧告書を手渡されたことで、ようやく、ようやく辞任を表明したと。 ということです。手強い相手だったですね。これはね、ということですね。え、かじやの吉兵衛さん。えー、この方からもいただいておりますけども。ま、すべて引き分けの0.5ポイントを積み重ねと、とは、積み重ねたとはいえ、初段を取った坪井さん。<laughs> 初段でええやん。<laughs> とはいえ0.5ポイント引き分けで。引き分けでってう。それいらんですそんなこと。いらんことです。坪井さんも柔道しますからね。もちろんそうですよ。引き分けで。引き分けで。ね。勝った負けだと騒ぐじゃないぞという歌もあるんですよ。負けたからな。負けてはいないの。引き分けだもんね。はい。これは一番相手にとっていいことじゃないですかね。俺が蹴った。とか、相手が負けた。 そんなことではない。引き分けという、はい、非常に正しいことですね。はい、置いいて。はい、置いといて。<laughs> いらんこと書くもやから、進まへんやん、ねえー。この坪井さん、行動官官長として、えー、この上村さんがですね、えー、行動官官長として、陰性を敷くことについて、どう思いますでしょうか。そう,そうそうそう。はい、今回、全十連の会長だけじゃなくって、はい。うん そういった肩書きもあるんでそこどうなんやいう批判も今出てますよね私も行動勘十道の一級保持者としてということ茶帯茶帯一級は一級茶帯はいあ,あそうなんだそして初段その上が初段からずっと上まで黒帯大して変わらへん坪井さんの場合は三段でも五段でも黒帯 <laughs> それは置い,といておいて、はい、<laughs> 一級保持者として、はい、もっと思い切った人事の刷新、外部の指揮者と柔道関係者の若手の起用を強く求めたいです。一級保持者の方がそういう声を上げております。<laughs> 柔道は日本の老いげ、他の、えー、競技団体とは格が違うんだという傲慢な態度が。 改まらない限り、えー、柔道界の今後は暗いままだと思うのは私だけではないと思います。たねえ、全従練やめたけど、行動官の、官、う、庁、ん、をやっているという。ああ、行動官のってことは、全十練の、だから、もう一個こう、そう、はい、元締めみたいな感じにもなるでしょまあ、どういう形になるのかなあ。行動官しか、<ら>例えば認定、団、はい、の認定とかね、うん、そういうことはできないわけですから、はい、もう、 柔道界の総元締めでもありますが、そ全従連というものと行動間の、その位置関係ですよね、はいうん、全く別っていうところではないでしょ、カテゴリーっていうそうすると、責任問題ってところでいくと、全従連の会長、責任ありますよ、うん、やめましょうって話になってるんだったら、そっちの方はどうなんでしょうね。ですからあのい、いずれにしろ、このどういう関係であるかっていうのは、詳しくね、はい、本当は僕は知ってない意んですけども、うん、あのでも。 絶対離れてはいないですし、うん、ね、そのあたりのところ。はい、そこにまだ彼はいるということで、はい、果たして柔道界全体のいろんなこの今までの悪い部分とか、うん、そういったものが改められるんだろうかという疑問が。 ありますよね。はい、はい。えー、ともかずさんからもね、助成金など6055万円を不正受給したことが問題となっておりますが、日本の柔道会のためにも早,早くやめるべきだと思います。会長は前倒し技で。 一本負けというね、村田秀夫さんの歌にもあります。柔道一代、この世の闇に、俺が光を投げるのだというのう。何の歌ですかえ何の歌ですかこれ柔道一代い。柔道はい、はい、この世の闇に俺は光を投げるのだと。うん、まあこういうようなね。はい こういう歌に象徴されるように、そして僕らが胸をときめかしたように、柔道というのは、本当に健全で清らかで正義であったというイメージ、うん、それで僕は柔道に身を投じていったわけですからね。ちょっと今ね、真逆なイメージになってますからね。はい、私のようなイメージや、そうですね。 こんな連中が入ったからあかんねやろうか。どうでしょう。そんなことはない。なないです。けれどもね。まあ、その他本当にいろんな方からまだまだ、え、いただいておりますが、とうとうここに来ております。マックドチキンさんからも、まあ、私物化、ね、うん、全従連に限らず各スポーツ界上層部は、そういったものを私物化してないか、今一度政府は見直さないといけないのではないでしょうか。助成金をもらう関係上、政府も口を出す。はい うんことは大いにやっていただきたいな、はい、と思います。